ハードスタイルケトルベルトレーニングの講座を担当させていただきます小野拓也と申します。よろしくお願いします。まずケトルベルっていうこの形見たことある方結構多いと思います。このように丸い形、ここに持ち手、こういうものがある、こういうものをケトルベルっていうんですね。今回の講座の最大の目的、これは正しく使う、正しく使うっていうのは何かというと、やはりこういうケトルベルを使って怪我をしない。人間というのは怪我をするっていうのは非常にマイナスなことなんですね。人生の中で一番大きいマイナス面、病気であったり怪我をする、それがせっかく自分に対していいことをやるっていう正しいトレーニングとしてやろうと皆さん思っているにもかかわらず怪我をするというのはやはり不本意だと思います。そのところを完全に防止する、そしてせっかくやるので正しく有効に最大限の効果を出すために、私が情報、トレーニング方法、フォーム、そういうものをどういうふうにして扱っていくのかというのをここで提供させていただきます。よろしくお願いします。